SCP-1908 の収容室内部の様子。SCP-1908 は見えない。アイテム番号 SCP-1908。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1908 はサイト、の、ホールにある標準的人型収容室に、他のミスターたちと一緒に入れておくことになっています。SCP-1908 が地震の影響で窒息してしまわないよう、収容室の壁は通気しない素材で作り、SCP-1908 の口に歯科用吸引器をつけておくようにしてください。SCP-1908 の室内に入る職員は、室内にいる間は滑り止めのあるブーツを履くようにしてください。説明 SCP-1908 は身長およそ 1.5 メートル、体重 58kg の男性の人型生物です。SCP-1908 の表皮組織は、滑らかな水と石鹸の混合液を絶えず分泌しています。SCP-1908 の両目はこの液体を防ぐプラスチック樹脂でコーティングされており、視界は制限されていません。左足の裏には、リトル、ミスターズの一員、ミスター、石鹸 RBY ワンダーテインメント博士、と読める入れ墨が彫られています。この衣装は文書 SCP-909-A の6の項にも見られます。SCP-1908 が一つのエリアにとどまると、大量の石鹸が広がり、接触しているあらゆるものの表面を滑りやすくしてしまいます。この石鹸は通常の方法で取り除くことが可能ですが、SCP-1908 が同じエリアにいる限り果てしなく生み出されます。SCP-1908 が液体の物質に接触すると、その物質は即座に石鹸水の性質を獲得します。するとその液体は大きな石鹸の泡を作り、人間の被験者を中に入れたまま空気流を浮くことができるようになります。泡吐く空気流で2メートル以上飛ぶことはなく、それより高いところに差し掛かるとパチンと弾けてしまいます。SCP-1908 は中華人民共和国のにある、とある工業団地から回収されました。工業団地のオーナーたちは SCP-1908 から生み出される液体を工業用洗剤として使用しており、SCP-1908 を工場の設備に連結していました。エージェントたちは目撃者全員に D クラスの記憶消去剤をばらまくことで、特に問題もなく SCP-1908 を回収することに成功しました。1900年0月18日以来、SCP-1908 は収容され、ユークリッドに分類されています。ホイ1908、A1908、A へのインタビュー。回答者 SCP-1908。質問者ボイド博士。ジョインタビューは最初の収容の後、手短に行われました。ボイド博士こんにちは、SCP-1908。私は、ああ、今日は君にインタビューしようと思ってね。SCP-1908、わかった。ボイド博士よし、名乗ってもらってもいいかな ?SCP-1908 俺はミスター、石鹸。ワンダーテインメント博士のリトル、ミスターズの一人だ。ボイド博士それ初。SCP-1908 すぐに買ってね。ボイド博士何 ?SCP-1908、すまん。ボイド博士ともかく、君の生まれについて、教えてもらってもいいかな?SCP-1908 あまり覚えてないな。最初に思い出せることは現実じゃないし、2番目に思い出せるのはの通りに立ってたってことだな。今じゃ、あんな場所に俺みたいのがいたのはかなりヤバかったって知ってるから、ジェロに騙されたのはすげえラッキーだったって思ってるよ。ボイド博士そのジェロというのは誰かね ?SCP-1908 あいつは工場の一つを仕切ってた。いわく、あいつは寛大さとか、とにかくなんかうさんくさい片言英語でそんな風な意味のことで俺を連れてきたんだと。工場の連中は、みんな本当にいい奴らだったよ。面倒を見てくれたし、よそ者は追い払ってくれたしな。あいつらは友達だと思ったよ。本当にそう思ってて、そしたら、あいつらが俺にお願いをしてきたんだ。彼らに恩返しするいい機会だと思ったよ。ボイド博士彼は君にどうするよう頼んだんだね。SCP-1908 あいつらは俺を機械に入れたんだよ。わかるか清掃するためにだよ。安全じゃなかったけど、でも大丈夫だろうって俺は思ってた。だって友達を助けるだけだもんな。だろだけど、大丈夫じゃなくってさ。俺は出してくれって言ったのに、あいつらは出してくれなくて、あいつらは。
ボイド博士続けてくれたまえ。SCP-1908 奴らは俺を利用してただけだったんだ。奴らにとっちゃ、俺は機械を洗うだけのちっちゃい間抜けなおもちゃだったんだ。俺には、友達なんか、いなかったんだ。ボイド博士まあ、落ち着きたまえよ。ここでは友達に囲まれているじゃないか。SCP-1908? ああ、あいつらもそう言ってたよ。ほい 1908?B この文章は、最初の収容の最中に SCP-1908 の体に書かれているのが見つかりました。わお、ワンダーテインメント博士限定版コレクションのリトル、ミスターを見つけたね、ミスター、石鹸をツルツルの冒険の旅に繰り出させて。魔法の泡でお空を飛んじゃおう、ではブクブクの愉快な日曜日を、全部君のお気に召すままさ。全部見つけてミスター、コレクターになっちゃおう。1ミスター、カメレオン、2ミスター、首なし、3ミスター、お笑い、4ミスター、忘れっぽい、5ミスター、シャピー、6ミスター、石鹸、7ミスター、腹ペコ、8ミスター、新地優、9ミスター、熱々、10ミス、甘々、11ミスター、命、と、ミスター、死、12ミスター、お魚、13ミスター、ムーン、14ミスター、レッド、製造中止、15ミスター、お金、16ミスター、迷子、17ミスター、嘘っぱち、18ミスター、イカレ、19ミスター、おっかない、20ミスター、しましま。